いや、オチとかないから。どんな組み合わせなんだろうね、これ。学生、同じ学校の友達にも見えない。これが2つが自販機限定かな。へえ。これはなんかコンビニで買えるらしくて。チョッパーかわいい。いらないっす。何なん。あ、ローかっこいい。これめっちゃかっこいいっすよ。金のシリーズかっこいい。すげえ。さあ、今回のキャンペーン、ワンダーモーニングショットが麦わらの一味のラインナップ。そして金の伊藤がですね、大岡七部会を中心としたライバルキャラクターのラインナップですね。で、黒はちょっと渋い感じで、こう年上のキャラクターたちですよね。四皇や海軍のキャラクターたち。そして赤はこちらですね。炎の焙煎は炎をテーマとしたキャラクターたちへのラインナップです。クロコダイルかっこいい。そうで、これもかっこいい。あ、確かに。でも素人目から見ても当たり。これは何？これはマリ。僕が一発当てた年上。あ、みんな種類違うの？みんな種類違うから当たるわな。そういうことやっぱ金の人が多いから、ね、ドフラミンゴ、フラーでしょ。僕どれがいいか、カタクリ欲しいかな。あ、カタクリ、これっぽかった、ね、さあさあ全然ないですけど、ね、全然ない。なんかワンダはあるけど、そう、ワンピースの柄のがない。あった。何が欲しいの？え、じゃあ僕は片栗でね。片栗で知ります。片栗、はい、片栗粉の片栗。ダメですね。ダメです。え、でもね、実際ね、結構ドフラミンゴマジでかっこいいんだよね。そう、ちょっと欲しい。え、巻きでお願いします。あー、えぇ、ー、出たよ。え、すいません、僕が出したかったやつなんですけど。終わった。しかもめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。ビクトリー。ビクトリー。めっちゃかっこいいね、これ。やば。いや、超かっこいい。唯一のピンクの差し色が入ってるんだよね。確かに。いいね。右と左では違うかもしれない。さっき右だったから。お、いい感じの出方。もうやめて。割れていいの？割れていいの？逆に。ちょっと飲みに行こう。これもどうぞで終わり。いいの、これで。ちょっと片栗見せて、片栗。ほら。超かっこいい。片栗もピンクの感じ。我々が欲しいやつ秒で出ちゃったじゃん。超かっこいい。これも差し色もこれレア、ね、レアというか。まあ色が入ってる。入ってるね。かっけえな。ね。どれがいいかな、この感じ。コビー。コビーも悪くないよね。あ、キザルだな。あ、ドラゴンだ。ドラゴンかっこいい。ドラゴンかキザル。黒でドラかっこいい。ワンピ分かる人しか見ない。黒だったら絶対ないじゃないか。まあまあかっこいい。まあ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 、デザインはいい。かっこいい。乗り移ってほしかった。なんか思いのほか自販機が少ない。どっちにいいんじゃない。来た。あ、でも安い。10円安い。どっちがいいかな。それだから2人ダブルしてしょ。1だったんだろう。すげえ。いや、おもろい。多分ドラゴン出る気がする。いや、ドラゴン来たら嬉しいよ。あ、なんかちょっと色がピンクっぽいよ。お疲れ様です。なんで高い。いや、嘘でしょ。やりたくなくない？それはやりたくないけど。だって値段違うじゃん、これ。あっちとこっちで違うとおかしくない？え、130円じゃん、金のやつ。え、高っ。分かんないよ、だからもうここ当たりが、あー、めっちゃ当たりが凝縮されてるの。向こうで諦めたやつが、なるほど、損するっていう。あー、ちょっと待って。これどうなの？もう刺した、もう刺した。刺したね。完全に刺した。片栗。
さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。今日はバーナーズコミックブッククラブへようこそっていう感じにすると、すごい僕漫画フリークな感じがするんですけど、まあ、そんなに漫画別に決してめちゃめちゃ読むわけではないんですけど、ちょっとね、その漫画というジャンル、漫画というまあ趣味に関して、ね、最近ちょっとした、まあ、大きい出来事があって、まずワンピースなんですよね。ワンピースが、100巻ですね。とうとう100巻を迎えましたと。また非常にいい表紙ですよね。で、もう一つとしては、こちら。進撃の巨人が最終巻を迎えたんですよね。で、まあ、これね、ちょっとね、話すと長くなっちゃうんで、今日はちょっとワンピースに関してお話ししようかなと思うんですけど、進撃もね、僕、多分ね、おそらく今世紀最後なんじゃないかってぐらい熱中してハマった漫画だったんですよね。コミックスも買ってるんですけど、マガジン、ですね、別冊マガジンの方も追っかけて読んでたぐらいハマった漫画でした。でこれが終わってしまったというのが、まあ一大イベントだったんですよね。でワンピースもね、とうとう100巻という感じで、まあ、ちょっと少しずつね、こう終わりに向けて動き出してるような感じがするんですけど、まあ、ここからのネタバレとかはなしでね、本誌の内容に関してストーリーとかの話はちょっと避けてですね、まあ、とはいえ数年前ぐらいのお話はちょっと話すかもしれないので、これからも一巻から完全に読もうとしてるっていう方は、お気をつけてご視聴いただきたいと思います。はい、という感じでですね、ワンピース僕が小学校高学年ぐらいからおそらく連載が続いていて、もうかれこれもう20年とかになるんですかね。これが79巻の表紙なんですけど、でワンピース僕当時リアルタイムでこう読んでいて、どこだったかな、確かね、空島っていうセクションがあったんですけど、空島編っていうところで一回読むのをやめてしまったんですよね。それが、多分僕が高校生ぐらいの時だったと思うんですよね。で一回読むのやめて、そこからこう大学4年間全くワンピースとか触れずに過ごして、ちょうど社会人2年目とかのタイミングで、その会社の同期がですね、ワンピースが好きっていうことと、あとその会社の後輩がですね、そのワンピースの僕が読んでいないセクション、まあ、巻をですね全部貸してくれたんですよね。で僕は最初、ちょっとだるいなとかをちょっと思っちゃったんですけど、もうその子曰く、もうその空島以降もめちゃめちゃ面白いから読まないと損だよっていうことを言われて、まあ、ちょっとまあ騙されたと思ってみたいな感じで呼び始めたら、もう案の定めちゃめちゃハマっちゃったと。まあ再熱ですよね、ワンピースね。でそこから、その子が貸してくれたのがちょうど70巻ぐらいまでを一気にドサッと貸してくれて、その後は今自分でこうコミックスを買ってるような感じです。ちなみに僕が一番好きなのは、この79巻あたりですかね、このドレスローザ編と呼ばれるセクションが僕は一番好きですね。このまあ、悪役キャラなんですけど、このドフラミンゴというキャラクターが非常に僕大好きで、めちゃめちゃカリスマ性のあるキャラクターでございます。で冒頭の Vlog でもね、ちょっとドフラミンゴのコーヒー缶を狙ってたんですけど、まあそんな感じで、ワンピースね、結構もう100巻でもうすぐですね、まあ内容触れずに、なんとなくね、今の感じだと、もうすぐ終わるんじゃないかっていうような流れにはなってきてるというところをですね、まあ、数年前からは考えられないぐらい話が進んでるので、もしね、まだこれね、さすがに100巻なんで、進撃の巨人はまだこれからもね、1巻から読んだ方がいいよって勧められるんですけど、ワンピースはね、ちょっとね、1巻からなかなかね、なかなかこう読んだことない人にもね、勧めるのは難しいんですけど、ただね、やっぱりこの漫画はやっぱこう、ある意味こう日本の漫画界のこう、まあ、トップオブトップみたいなところがあるんで、その安定の面白さというかね、その戦闘バトル漫画であり、こうギャグ漫画の要素もあったりして、で感動とか笑いもあって、
まあ、そういったこう、まあ、いろんな本当全ての頂点に立つ漫画かなという気もしているので、ワンピースはねちょっともうこれからまだまだしっかりと追っかけようかなと思ってます。ただジャンプで追っかける余裕はないので、ワンピースはコミックスをね、新刊が出るたびに買っています。もうね、気づけば100巻っていうね、読んでない人からしたら知らないキャラクターとか表紙にいるかもしれないんですけど、それもまた面白いですよね。僕もしばらく読んでない時期がそのあった時に、本屋さんでワンピースの表紙を見るたびに、今こんなキャラクターいるんだとか、なんかみんな大人になったなみたいなことを考えてました。ルフィのキャラクターデザインもね、どんどんこう変わっていくというか、少しね丸みを帯びて感じでしたよね。最初の頃はルフィは結構もうちょっとこうね、顔もシュッとしてたというか、あの昔のルフィがちょっとイケメンだった説っていうのがあってね、あのルフィがね、まだこう麦わら一味を仲間にしていく段階の頃ってルフィってすごい男前な印象があったんですけど、最近どっちかというとなんかこう普段はちょっとこう陽気な気さくなキャラみたいな感じに描かれてますね。昔のルフィはね、もっとね、ちょっと賢さもあったりとか、なんかね、仲間のためにこういろいろこうね、試行錯誤して動くような、本当に船長みたいな、リーダーみたいな感じだったんですけど、今はこうね、周りのキャラクターがすごい、非常にこう有能なキャラクターも多いので、ルフィは結構ね、自分本位でこう突っ走るみたいな感じになってきてるような印象ですね。いや、漫画はね、ほんと最近なんか、ぜひね、おすすめの漫画があれば、皆様の、好きな漫画もぜひ教えていただきたいです。まあ、ただ、できれば、まあ、リアルタイムでこう、4、5巻ぐらいかな、まで出てる漫画がいいかなっていう。まあ、それか終わってる漫画がいいかな。気になっちゃうんですよね。ちなみに進撃の巨人で一番好きなのは20巻なんですけど、まあ、進撃の話はまたおいおいしたいなと思います。まあ、とりあえずね、今日はね、ワンピース100巻おめでとうございますというお祝いの Vlog でございました。ちょっとさすがに100巻ってね、なかなかやばいと思うんで、これからも愛読しようと思います。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はお任せいたしますので、よろしければ動画をもう一本ご視聴の上お別れいただけると嬉しいです。バーナード Vlog、またのご視聴をお待ちしております。ありがとうございました。